目次を書いてくれている感じですね。最終的に結論ですね。こんなのが自動的に生成されていきます。AI で画像を生成したりもできます。すごいですね。別のパターンも出してくれるので、まあ、いくつか作ってもらった中からあ、これいいなと思ったものを選んで、まあ、差し替えるみたいなこともできます。はい。ということで、今回の動画なんですけど、今回はブログ記事執筆に特化した AI、コーヒー支部というものを紹介していこうかなと思います。まあ、文章作成といえば、チャット GPT、 が一番有名で。w e b 食 t v ではライトソニックっていうのを前に紹介したことがあるんですけど、最近ですね、このコーヒーシブというのがすごく話題になっているので、今回動画の中で紹介していこうと思います。まあ僕もね、18年前、2005年からブログを始めて、まあ今でもブログをやり続けていて、まあブログ以外にもいろんな事業をやってますけど、それでもブログだけで一応生活できる、まあプロブログーと言ってもいいんじゃないかなと思うので、まあそんな僕がね、このブログ記事執筆に特化したコーヒーシブというのを ガチで評価していこうと思うので参考にしてください。ということで、今日の動画を見てもらうと、まあ、コーヒーシブとは何なのか、そしてコーヒーシブでできることですね。あと、コーヒーシブで使い方と、実際に、まあ、記事執筆する流れみたいなのを見せていくので、まあ、こんな感じで使うのかというのが分かってもらえるかなと思います。ぜひ、興味があれば最後まで見てください。ということで、早速やっていきましょう。今映ってるのがコーヒーシブの公式サイトですね。 はい。で、コーヒー,シューブでできることは、基本的に文章作成全般だと思ってください。まあ、なので、ブログ記事執筆とか SN、SNS の投稿作成、YouTube の台本作成とか、あと広告の作成ですね。まあ、この辺に、あの、テンプレートがね、あるんですけど、まあ、ここでいろんなテンプレートが見れるんですけど、100種類以上のテンプレートがあるみたいですね。まあ、この中から、ま自分の作りたい文章の種類によってテンプレートを選んで使っていくという感じです。 はい。あとは、ま、文章作成とはちょっと違いますけど、ブレストとか、そんなのもできるようになっています。で、このコーヒーシプー自体は無料で使うこともできます。あの、毎月1万単語まで生成できるので、まあ、それなりには使えるかなと思います。これですね。はい、1万語まで毎月生成できるので、まあ、そこそこ使えるかなって感じですね。で、それ以上使,使いたかったら、ま、プロプラムですね。月に9ドル払うと、一応無制限で、 生成できるようになるので、まあもっともっと使いたい人はね、有料で使ってみてください。まあ僕は、あの、今のところはまだ無料の範囲内で試しているという感じですが。はい。で、まあコーヒー支部ね、あの、いろいろとネットの記事とか YouTube でも解説をしている人がいたりするんですけど、あの、直近でもね、いくつか変更点があったので、その話をしてから実際の実演入っていこうかなと思います。で、変更点何かっていうとですね、まず1個目が日本語対応されているはずです。 まあ、はずっていうのは、日本語で一応使えるのを確認しているんですけど、今まで、まあ、日本語で使えないのがデメリットですって書いてる人が結構いたんですけど、まあ、それと同じことを言ってるのか、もしかして別のところを言ってるのかっていうのが微妙にわからないところなんですけど、一応ですね、日本語対応しています。はい。あとは、まあ、今まで、まあ、これもね、アカウント登録なしで使えるみたいな説明をしてる人が結構いたんですけど、えー、っと、現時点ではアカウント登録しないと使えないですね。はい。 なので、まあ、日本語対応したっていうのとアカウント登録が必須になったっていうのは直近の変更点かなと思います。はい。ということで、まあ、早速ね、じゃあどんな感じで使っていくのかっていうのを見せていきましょう。はい。僕はすでにね、アカウントを作ってログインした状態なので、ログインするとこんな感じの画面に入ります。まあ、中身はね、すごいシンプルですね。はい。で、この辺からいろいろとテンプレートがあるので、テンプレート選んでいく。まあ、もしくはここにね、キーワード入れて、ジェネレートって押してやるだけで、まあ、これでも生成できるんですけど、まあ、今回は、 あの、ブログ記事を書いていくので、まあ、これね、ブルーブログジェネレーターというのを使っていこうと思います。はい。まあ、これおそらく人気順に並んでるものだと思います。はい。まあ、いろんなやつがあるんですけどね。まあ、全部使ってるとキリがないので、まあ、とりあえず今日はブログ記事執筆の解説をしていきます。はい。ということで、いきなりこんなのが立ち上がりました。えっ、ー、と、ここに入れていく感じですね。えっ、ー、と、何のブログ記事、何についてのブログ記事を書くのかっていうのと、あとゴールと、まあ、トーンと、 文字数ですね。まあ、どのぐらいの文字数生成するのかっていうのをここで決めていきます。えっ、ー、と、そしたら、今回はチャット g p t についての記事を書いてもらおうと思います。はい、こんな感じですね。まあ、これ、日本語で何て書いてあるかっていうと、えっ、ー、と、チャット g p t に関してのブログ記事を書いてっていうことで、 えっと、言語モデルの基本、専門的な内容、およびその使用方法を含める。という感じで書いています。まあ、ここについてはね、もともとこのデフォルトで、w r i t e ロ Blog About っていうのが英語で入ってるんで、まあ、ここ日本語にするのは難しいので、あの、英語で入れています。はい。で、ゴールに関してなんですけど、まあ、登録とか、あの、サブスクとかね、そんなのがあるんですけど、まあ、一応ね、今はこれブログ記事で別にゴールないので、まあ、別にゴール入れなくてもいいかなと思います。 はい、トーンですね。まあ、どんな感じのトーンで書くかなんですけど、まあ、ここでは一応プロフェッショナルという感じにしましょう。まあ、専門家目線でね、語っていくものが多いと思うので、プロフェッショナルですね。で、まあ、どのぐらいの文字数で書くのかっていうところなんですけど、一旦2000にしてみたいと思います。まあ、もっとね、長いものを書くんだったらもっと長くすればいいんですけど、まあ、今回はサンプルなんでね、そんなに長い記事書いてもしょうがないので、まあ、とりあえず2000でいきたいと思います。はい、もうシンプルですね。こんだけですね。 まあブログ記事執筆に特化したテンプレートになってるんで、もうその必要な項目だけを埋めてやれば、あとは生成ボタンを押すだけですね。はい。じゃあ実際やってみましょう。はい。そうすると、こんな感じで生成が始まります。今、最初の目次を書いてくれている感じですね。はじめに ChatGPT とは ChatGPT の特化した言語モデル。ChatGPT の使用方法。 チャット GPT を使用した成功事例とかですね。あとチャット GPT の未来への展望とか書いてくれてますね。はい。で、最終的に結論ですね。こんなのが自動的に生成されていきます。結構すごいですよね。はい。文章生成の速度としても、別にそんなに悪くないんじゃないかなと思います。まあ、チャット GPT の3.5ターボとかの方が、おそらく、まあ、今の3.5ターボもめちゃめちゃ爆速なんで、 まあ、向こうの方が早いと思いますけど。まあ、でも、そんな、なんか、ストレスを感じるほどの遅さっていうのは感じないですね。まあ、この状態で、いろいろと見ながら話をしていってもいいんですけど、ちょっと見ながら話していくとややこしくなるかもしれないので、一応、記事筆終わるまで、一旦ね、待ちたいと思います。はい、じゃあ、記事筆終わるまで、早送りですね。 はい。執筆終わりましたね。こんな感じで記事を書いてくれました。まあ、パッと見た感じの印象どうですかね。まあ、ブログ記事っぽい感じになってるかなと思います。見出しみたいなのがあって、文章があってっていう感じで。はい。で、文字数としても、だいたい3500文字ぐらいですね。はい。もともと、まあ、2000単語っていう風に書いてるんですけど、まあ、それ自体は、あの、英単語だと思うんでね。おそらく内部の処理としては、英語で書いたものを日本語で翻訳して出してると思うので、 ま、その辺の、まあ、2000って書いたからって言って2000文字で書いてくれるってわけではないんですけど、まあ、でも3500文字ぐらいなので、まあ、チャット GPT とかでこれだけの文字数を一気に生成することっていうのはできないので、やっぱりそういうのは、まあ、こっちのコーヒーシブの方に分配が上がるかなと思います。あと、さっき、触れてないと思いますけど、あの、日本語でも出てますよね。なので、日本語対応はできてるんじゃないかなと思います。ただ、日本語もね、 さっきも言った通り、英語をおそらく日本語に翻訳してるので、結構無理なところも出たりとかしているとは思います。あと若干ね、おかしいところが、まあ若干というか変なところありますよね。例えばこれはじめにっていう見出しなんですけど、ここにもはじめにっていうのがあったりとか、なんか変にラブっていたりするところもあるので、まあ完璧な文章を書けるわけではないので、えっと、この辺っていうのは調整していかなきゃいけないんですけど、まあそれでもそれっぽいこと書かれていますよね。 まあ直す前にちょっとね、上から軽く見ていきましょうか。どんなことが書かれているか。まあチャット GPT とはというお題で書いてくれたものですね。ここのタイトルがまずおかしいですね。仕入れ切れちゃってますね。はい。で、はじめにということで。まあチャット GPT は自然言語処理の一部で、コンピューターが人間と同じように対話できるようにするアルゴリズムですと。うん、微妙に合ってるような間違ってるような感じですね。まあ内部で、 どういう言語を使ってるかわからないんですけど、それの学習データが古いものしかないので、チャット GPT のデータを持ってないからこういう感じになってるのかなとは思います。はい、チャット GPT もね、2021年6月ぐらいまでの情報しか持ってないんですけど、まあそこまでのデータで学習してるんですけど、まあそれと同じような感じかなと思います。チャット GPT 登場したの2022年の11月30日なんでね。はい、ということで、まあチャット GPT とはということで、まあインターネットやスマホの普及によりチャット機能が強化され、 ビジネスや私生活でのやり取りがデジタル化されています。そこで注目を集めているのはチャット機能を強化する AI 技術の発展ですと。で、本記事ではその中でも近年注目されているチャット GPT について詳しく解説しますと。で、チャット GPT とはまあ自然言語処理技術の一つで、ジェネレーティブプリトレインドトランスフォーマーの略語で、チャットボットなどでの会話や文章生成に特化したものと。まあこの辺は別にあってそうですね。まあジェネレーティブプリトレインド トランスフォーマー。まあ、GPT のレックですね。まあ、これ正解。合ってますね。で、2018年に OpenAI が発表したもので、まあ、大量のデータセットを学習して、文脈を理解、や意味を理解し、文章を生成することができます。うん。で、ChatGPT はこの技術をもとにより会話に特化したモデルを開発したものです。まあ、この辺は合ってますね、普通に。合ってそう。まあ、ChatGPT の歴史ということで。2019年に発表されましたって書いてますね。これ間違いですね。2020年の、えー、っと、コロナが、 世界的に拡大すると、オンラインでのコミュニケーションの重要性が増し、自然言語処理技術に関する研究が急速に進みましたと。<laughs> まあ、なくはない気もしますけど。やっぱりコロナよりも、別のところが要因で AI が爆発的に進化してるって語られることが多い気がしますよね。チャット GPT の特化した言語までと。まあ、やっぱり同じようなことを若干繰り返していますよね。まあ、文章としてもちょっとおかしいところもあるし。 まあ意味が通らないところが文脈的におかしかったりとか、まああとは事実じゃないようなことがあったりとか、同じようなことを繰り返してる。まあ例えばチャット GPT とはっていうのがすごい何回も出てくるとか。はい。で、この辺が多分言語モデルの話ですね。チャット GPT の特化言語モデルと。まあこっちがね、言語モデルについても書いてくれっていうふうに言ってるんで、まあそれで書いてくれてるものだと思います。はい。まあ全部読んでるとね、時間なくなるというか、まああんまり全部読んでる意味もないので、 このぐらいにしておきますか。まあ、こんな感じの文章が生成できますっていう感じですね。はい。ちなみに、チャット GPT との比較みたいなのは最後にね、やろうかなと思います。チャット GPT でも同じようなお題で、あの、記事を書いてもらってね、これとの比較みたいなのをしようと思うので、それはそれでは楽しみにしてください。はい。で、まあ、これをね、実際にじゃあ記事にしていくのはどうするかっていうと、まあ、結局編集していくことになるんですけど、例えば、まあ、これタイトルなんで、タイトルおかしくなっちゃってるんで、 例えば、チャット GPT とはチャット GPT の使用された言語や書き方を徹底解説みたいな。これあれですね。多分日本語に無理やり翻訳してるんで、若干日本語で打っていくとおかしな感じになりますね。まあこんな感じでね、あのおかしなところは上から編集していくような感じになるかなと思います。で、まあこれ最近のワールドプレスとか、えっ、ー、とノーションとかと同じで、 まあ、ブロックエディターみたいな感じですね。公園のな感じでブロックで区切られてて。で、ここが、このブロックごとに、まあ、H2 とか、その普通の文章とか、そういうのを選んでいくような感じになってるっぽいですね。はい。ただ、この辺の区切りも非常に、まあ、曖昧な感じなので、変な感じで区切られちゃってますね。はい。こことか。これ全部で1個のブロックに入っちゃってますけど、この本来1個のブロックに入れたらダメなやつですね。 これ見出しなんで、まあ見出しは一個別のブロックにしないといけないので。で、これをこんな感じで H2 にしている、やる感じですね。はい、まあこれも同じだと思います。この辺も、一つのブロックに入っちゃってるんで。はい、まあこんな感じで編集していきますと。まあちょっとこれも全部やらないですけど。とりあえず文章直してるとキリがないので、ちょっとだけおかしなとこだけ、決して定裁だけだと思います。 はい。まあ、いいんじゃないでしょうか。まあ、本当に、携帯だけ整えただけなんで、中の文章とか全然、ね、直してないですけど。で、えっと、まあ、これだけじゃないんですよ。まあ、これだけだとね、あんまりチャット GPT と何が違う,違うのかわかんないと思うので、えっと、この下のところね、こんな感じで、ボックスみたいなのが出てるんですけど、まあ、これが便利なところですね、コーヒーシブの。で、どんなことができるかっていうと、例えば、画像の挿入とかがね、ここでできます。 はい。まあ、AI でね、コーヒーシブ AI っていうので、画像を作ることもできるらしいんですが、なんか僕はあんまりこれ使えなかったので、これよりもどっちかっていうと、まあ、画像生成してね、ちゃんとしたものを作ろうと思って、それはそれで手間かかるので、どっちかっていうとこれですね。えー、っと、素材サイトから引っ張ってくるっていう風にした方が、まあ、楽かなと思います。はい。なので、えー、っと、こんな感じでチャット GPT っていう風に打つと、チャット GPT 関連の画像がこんな感じで並ぶので、これ押してやるだけですね。 そうすると、こんな感じで、画像が入ります。え、どうですかこれ結構すごくないですか便利。すごい便利。こんな感じ。まあ、自動的にね、H2 下に入れるみたいなことはまだできないですけど。もうめちゃくちゃ適当に入れちゃいますけど。はい、こんな感じですね。はい、あと、画像を入れるだけじゃなくて、他にもいろんなことができます。えっ、ー、と、例えば、じゃあ、こんな感じで、えっ、ー、と、見出しを追加したとしましょう。 えっと、Google の BART とはということで。まあ、BART っていう言語モデルがあるんですけど、まあ GPT-3 とか GPT-4 みたいなのと同じ感じで、まあ Google が作った BART っていうものがあるんですけど、まあそういう見出しを作りたいっていう時に、はい、こんな感じで選択してやって、で、ここで、まあ Continue l i g t i n g ですね。っていうのを押してやると。なんかバグった。なるほど。思いっきり下のところに入っちゃいましたね。こっちにできてたんだ。 ま、いいか。そのまま。切り取って上に上げてやろう。はい。こんな感じかな。えっ、ー、と、例えば長くするみたいなこともできるので、例えばこんな感じで、まあ、ここの文章をもうちょっと長くしてほしいなって思ったら、あ、これですね。これを押してやると、はい。まあ、こんな感じでね、今のやつを元に、新しい文章っていうのはこんな感じで書いてくれます。 はい。なので、これを使いたかったら、まあ、こんな感じで押してやると文章が入れ替わります。ちなみに、まあ、今はそのまんま入れ替えちゃいましたけど、もう一回同じことやりますね。まあ、こんな感じで文章書いてもらって、これ微妙だなって思ったら、えっと、この、show more ってのを押してやると、もう一個別パターン考えてくれます。まあ、これ無限にいけるのかわかんないですけど、 2,3個やった時には全然いけましたね。なので、こんな感じで別のパターンも出してくれるので、まあ、いくつか作ってもらった中から、あ、これいいなと思ったものを選んで、こんな感じで、まあ、差し替えるみたいなこともできます。まあ、こういうのもね、便利ですよね。はい、あとは、まあ、ようやくたりとか、まあ、別の言葉に置き換えるみたいなことですね。まあ、リライトみたいなもんだと思いますが、やってみましょうか。 そうですね。微妙に別の文章になってますね。まあこんなこともできますと。はい、同じように。差し替えることができます。まあ、ただやっぱり無理やり日本語を直してる感があるので、かなりゴジ脱字みたいなのは多かったりしますけど、まあこの辺は今後改善していかれる部分かなと思いますね。まあ最近まで日本語を全く使えなかったっていうことを考えたら、まあまあまあ、今でもよくやってる方かなとは思いますね。 まあ、なので、これ、もわざわざね、日本語で使わないで、あの、英語のまんまで使って、後で翻訳してやる方がいい文章になるかもしれないですね。今みたいな、誤字脱字とかそういうのも、英語だったらもっともっと減ると思うし、内容としても、あの、英語の方がね、文章としてもっといいものになると思うので、まあ、それを後で、Google 翻訳とか、ペールみたいなんで、日本語にしてやる方が、まあ、技術としてはね、いいかなと思います。まあ、今回は、あの、動画用にね、 英語だと分かりにくいかなと思ったんで、そのまま日本語にしましたけど。まあ、実際に僕が使うにしても、まあ、英語で使うかな、今なら。まあ、ちょっと日本語の精度が低いんでね。はい。ざっくりね、できることで言うとこんな感じですね。ちなみにこれ動画にしないと思いますけど。ここの AI で画像を作れるらしいんですけど。なんかいまいちこれをどうやって作っていいかわかんないですよね。例えば PC とか売っても、あんまり何も出てこないですよね。いや、嘘だな。 なんか生成してくれてるのはすごい。ああ、PPC ってのが出てきましたね。まあなんでもうちょっとちゃんと打てば、ちゃんとしたものが出てくるかもしれない。PC on the desk。ああ一応できますね。できないとか言ってごめんなさい。<laughs> 僕のやり方は悪かった。あの、Enter キーを押してください。ちなみにこの中から選べなかったら、Show More ってのを押したらもうちょっとね、生成してくれます。 はい。まあ今めちゃくちゃ雑いプロンプトで売っちゃってるので、まあ、それが良くないかもしれないですね。ちょっとあれしましょうか。チャット GPT で作ってもらいましょうかね。カフェの机に置いたパソコンの具体的なイメージを英語で教えてっていう感じにしましょう。はい。じゃあこれをそのままコピーして使わせてもらいましょう。ちなみにこの、えっ、ー、とチャット GPT 使ってプロンプト作るみたいなやつは別の動画でね、解説もしています。まあ、もし詳しく見たい方はそっちを見てください。まあ、画像生成 AI のプロンプト作るのにもチャット GPT は非常に便利なんで。あ、そうすると結構マシなやつ、マシなものになったと思いますが、どうでしょうか。ま、あんまりチャット GPT とは関係ないものなんですけど、まあ、ね、よくこういうのは使うので、例えばこれとか。 ああ、でもいいじゃないですか。普通に使えますね。まあこれ AI で作ったやつなんで、まあ他の人と被ったりしないんでね。こんな感じで AI で画像生成したりもできます。この画面で。結構すごいですね。便利。はい。で、今回まあ記事をね、実際に書いてもらったんですけど、じゃあチャット GPT と比較した時にどうなのかっていうのをね、ちょっとだけ見せたいなと思います。えっ、ー、と、じゃあ同じものになりましょうか。 日本語で出力にしておきましょう。はい。そうすると、こんな感じで ChatGPT は出してくれますね。うん、まあ、すごくシンプルなプロンプトなので、まあ、やっぱり見出しがなかったりとかするんですけど、うん、まあ、でもパッと見た感じでも内容はこっちの方がちゃんとしてるかなと思いますね。まあ、ChatGPT は OpenAI によって開発された GPT 3.5アーティクチャーに基づく大規模な言語モデルですと、このモデルは自然言語処理や機械学習の分野で大きな注目を集めていますと。チャット GPT はその多様な言語タスクに適用できるように訓練されており、人間と同等以上の言語処理能力を備えています。で、このモデルはテキストの自動規制定、翻訳、えっ、ー、と、ようやく翻訳、文章のクラス分類、質問応答、文章生成などのタスクを実行することができます。という感じですね。 はい。で、専門分野に特化した言語処理も可能。例えば医療分野だったら、チャット GPT を用いて、症状や治療法に関する質問に回答することができる。金融分野だったら、チャット GPT を用いて、市場の動向や投資のアドバイスを行うことができるみたいな。うんまあ、そこまで言っていいのかっていうところはあるけど、まあ、突っ込みどころはあるにせよ、まあ、書いてあることっていうのは、すごく、まっとうなこと書かれてるかなと思います。はい。なので、文章生成、まあ、文章のクオリティとしてみれば、まあ、やっぱり、 チャット GPT の方が圧倒的に高いかなっていう感じですね。まあ、ただ、こんなに長い文章はね、チャット GPT とかで一発では書けないし、こう画像をね、入れていったりとか、あとはまあ、とは、まあ、ブロックエディターみたいな感じで、まあ、見出しをつけたり編集したりっていうのはできないので、まあ、そういうことがしたいんだったら、まあ、こっちじゃないとできないかなっていう感じですね。はい。ちなみに、今、GPT の、えっ、ー、と、3.5でやったんですけど、まあ、僕は UL 版使ってるんで、まあ、ムも使えるので、 試しに4でもやってみましょう。まあ、チャット GPT で3.5しか使ったことない人。まあ、無料版を使ってる人は4を使ったことないと思いますけど、やっぱり4の方がね、圧倒的にクオリティも高いですね。もう文章のクオリティとかそういうのも3.5とは結構段違いに高いので、まあ、できるんだったら、たくさん使うんだったら、まあ、月20ドルでちょっと高めですけど、GPT4 使うのがおすすめです。まあ、まだ制限があるんでね、3時間で、えっ、ー、と、25メッセージまでしかやり取りができない、できないっていう条件があるんですけど、 まあそれでも、まあそこまで大量に使うわけではないなら、その上限の中でもかなりできるんじゃないかなと思います。はい。まあ GPT-4 でね、やると、やっぱりこういうのもちゃんとやってくれますね。タイトルつけてくれて、で、チャット GPT とはとか、チャット GPT の特徴とか、こういうのをちゃんと見出しっぽい感じで出してくれますね。はい。まあ構成としてもね、やっぱりパッと見でもこっちの方が、 かなのでちゃんとしてますよね。<laughs> やっぱり GPT-4 だと GPT-4 アーキテクチャをベースにしていますってなるんですね。さっき3.5でしたけど、3.5で書いたときは。やっぱり自分の言語モデルみたいなのも理解してるみたいですね。知識のカットオフは2021年9月まででそれ以降の情報は学習していませんとかね。まあやっぱりでも途中で切れちゃうので、まあ長い分職っていうのはできないですけど。まあクオリティっていう意味ではチャット GPT の方がまあ優れているっていう評価ですね。 で、ちなみに、まあ結構ね、AI とか触ってる人の中には、この辺なんか見覚えがある人もいるんじゃないかなと思います。そうなんです。実はこれ、はい、ノーションの AI にめちゃくちゃ近いです。はい、あの w e b s c k t v でもね、ノーション a i 紹介したことがあるので、見た人もいるかもしれないですけど、まあノ o t i o っていう、まあすごくいろんなことができる高機能なエディターみたいなもんなんですけど、まあここにも AI みたいなのがくっついてて、ここでもいろんなことができるんですけど、ノーション a i こんな感じですね。 ええと、なので、ブログの投稿とかで、チャット GPT とは、みたいな、感じで打つと、Notion AI もこんな感じで、同じ感じで、記事執筆,筆みたいなのをしてくれます。はい。まあ、これもね、そんなに長さとしては長くないんですけど、例えば、さっき、やろうとしたことと同じようなこともできますね。はい、こんな感じで。 ええと、こういう感じで、プロンプトとかなしても、チャット GPT みたいなプロンプトなくても、ここから選択するだけでいろんなことができます。例えば、今みたいに、バートとはっていうので。はい、こんな感じで、説明するっていうのを打つと、説明みたいなのを打ってくれて、もうちょっと長くしたければ、これを長くすると。っていうのを打つと、もっと長くしてくれます。はい、どうですかこんな感じ。 まあこれを見てるとノーション AI の方がええやんと思った人はノーション AI の方がいいんじゃないかなと思います。あの僕も個人的にはじゃあ現実的にさっきのコーヒーシーブトねノーション AI どっち使うんやって言われたら僕はノーション AI の方を使いますね。あのそれなんでかっていうと僕が普段からノーションを使ってるのでその YouTube の台本作るとか文章を書くときにノーションを使うことが多いのでまあそこのエディターに AI が組み込まれてるっていうのがとにかく便利なのでわざわざねここで文章を書いてて何か文章を AI に書いて欲しいときに、わざわざじゃあさっきの画面開いて書いてもらうのかっていうと、そんなことはなくて、まあここで一発でショートカットで、まあ呼び出して、こんな感じで、まあ AI に書いてもらう方がよっぽど楽なので、なので、まあこっちの方を選んでしまうんですが、まあでも、なんだろう、向こうが全く使えないとは思わないので、はい、ーヒーチ一部ですね。まあもちろんこのままでどうこうっていうのはならないですけど、まああくまで下書きっていうのを、 やってもらうっていう前提だったら、まあ別に普通に使えるんじゃないかなとは思います。まあでもやっぱ日本語がね、怪しすぎるんで、まあ日本語で使うっていうのはあんまりお勧めしないですね。おそらく日本語でやってもらっても修正する量が多くなりすぎちゃうので、やっぱり英語で一旦出してもらって、まあそれを後で日本語訳してっていう方が、まあ現実的にはいいのかなと思います。はい、ということで今日は まあブログリッ執筆に特化した AI ということでコーヒー支部を紹介しました。まあ結構ねいろんなところで話題になってる人も多くて、まあ気になってる人も多いと思います。まあ僕の動画を見てる人だとブログやってる人が多いと思うので、あのこういうブログリッ執筆に特化したようなものっていうのは気になってる人多いと思うのでね、解説をしてみました。まあ興味があったらね、ぜひ使ってみてください。無料でも使えるので。はい、ということで今後も 最新 AI についてどんどん解説をしていこうと思うので、よかったらチャンネル登録してください。では今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ブログの動画をもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化まで体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導する s e o ライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。 GPT 君と普通に会話するだけでも楽しいと。あ、そうですよね。あ、それも全然ある。だからその使われ方も今後するだろうなと思います。マジでお年寄りとか、お年寄りの話し相手とかは全然できるですね。<noise> えっと、ケンジさん、チャット GPT はエグいっすと。えっ、ー、と、入力した言語から返信からのさらにそれの細分化して、深掘りさせる。これやり続けたら、チャット GPT が早まってきました。ごめんなさい、これ以上は2021年までのデータだと。ああ、なるほど。まあそういうのはあれですね。 ああ、チャット GPT じゃないわ。チート GPT か。そういうのは、あのー、あれですね。今の AI エージェントみたいな、自動 AI みたいな方が向いてますね。ウェブ検索できるんで、めっちゃ強いですね。その辺が。まあ、まだまだ課題は多いですか。え、ソラさん、機械音痴ですが、試しにインスタ投稿する内容、チャット GPT 利用してみたら、素人目に、目でもすごいのが分かりましたと。これ使いこなせるか、使えないかで今後変わりそうです。あ、そうですね。 あの、今のうちですよ、やるなら。そのみんなができるようになったら、普通に使うだけじゃ差ができなくなるんで。今は、そういうのを使ってる人と使ってない人で差が出ますけど、結局みんなが絶対そのうち使うようになるんで。そうすると普通に使ってるだけでは差が出なくなるんで。だから使い方とかで、また差が出るようになっちゃうんで。今あったら単純に使う、使わないっていうところで、まあ差別化できるというか、なんかリードできるんで、マジで今、今結構すごい時にいるんですけどね。多分みんな気づいてないですけど。 えっと、つばすさん、中西さんテレビ、地上波見ますかバラエティー、NHK ドキュメンタリー、教えていただけると幸いです。地上波か、地上波見ないかもな。テレビない。<laughs> テレビないんで。うん。気になったものぐらいは見るかな。NHK とか見ないですね。まあ、でも、昔は見てまして。なん、なんだろう、アメトークとかさ。そういうの。めちゃイケとか。 <laughs> 昔すぎるか。うん。最近そんなんで見てるものってあんまないな。もう普通に YouTube が多い。はい、見ない。あと映画。映画アニメの方が見るかな。<laughs> 確かに。周囲の人間合わせるためにテレビ見ないといけないけど、G、チャット GPT 様に人がないから時短できない。そうっすね。テレビの良くないところはそうなんですね。時短ができないところなんですよね。それが嫌っすね。 やっぱ YouTube とかでももう倍速でしか見ないんで、じれったいんですよね。標準というか。あの、1倍で何かを聞いてたりするのが、もうできないです。音楽。そう。スポーツぐらい。あとゲーム実況。ゲーム実況も。アクション系。まあ、スプラトゥーンとかやるんですけど、僕はゲーム。スプラトゥーンの実況とかぐらいかな。あの、倍速にすると、なんかおかしくなるもの。 ダメっすね。テレビとかは。もう遅くて。だから結構チートだと思いますけどね。なんか今でも多分、1倍速で見てる人いっぱいいると思いますけど、まじ YouTube とかな、なっちゃう申し訳ないけど、やっぱバラエティとかってそんな、ね、しっかり覚えるようなもんじゃないし、別に、ファーってなんとなく分かればいいと思うんで、まじ2倍速とかで見た方がいいと思いますね。もったいない。だってそんだけで単純に2倍見れるわけなんで。 それが積み重なっていったらめちゃくちゃ差が出ると思いますよね。まあ、でも倍速再生。<laughs> 何非人扱い。確かにあるけど、あんま気にしないかな。僕は全然いい。全然気にしない。映画とかでも全然早くしちゃう。だから、この前、久しぶりに、その、ブレアウィッチプロジェクト見たんですよ。覚えてる人いますブレア,ブレアウィッチプロジェクトって、まあめっちゃ前の映画なんですけど、 まあ、めっちゃ有名な映画です。あの、魔女が住んでるって言われてる森に、あの、まあそのドキュメンタリーみたいなのを撮りに行くっていう、まあドキュメンタリー風のやつで、映画で、まあ面白いんですけど、まあ怖いやつなんで、ちょっとそういうの苦手だったらあれなんですけど、それもめっちゃ早く見ました。何で、なんで1.5倍か2倍か忘れましたけど、そのぐらいで見ました。 め、全然怖くなかった。<laughs> 倍速で見ると。まだ別に怖いやつ見たいわけじゃない。久しぶりに見たいなと思っただけなんで。まあストーリーも知ってるし。ウェアウィッチプロジェクトも。いやでも久々に見たけどよくあんなもん考えたなと思いますね。よくできてる。まあでも、僕の結論は、おもろくないものは、倍速で見ようが標準で見ようが面白くないし、おもろいものは倍速で見たって面白いですよ。 なんかあんま気にしないかな。僕それこそあれですよ。ポイシーも倍速なんですけど。あの、あれです。どうすでしたオーリブルか。あの、アマゾンのオーリブルっていう。えっ、ー、と、本を、本の朗読みたいなのをしてくれてて、それを聞くっていうサービスあるんですけど。あれとか、オーディオブックみたいなものとかあって、僕2.8倍とかで聞くんですけど。まあ、でもそれは、 なんだろう割とおすすめというか。やっぱそうすると一冊の本めっちゃ早く終わるんで。で、別にそんな本なんてぜ覚えてる必要ないと僕は思ってるんで。なんとなくこんなこと書いてあったら面白い面白くないっていうのが判断できればそれでよくて。それさえわかれば必要な時にその本見返せば別にそれでいいんで。だからそんな感じでやってますけど。まあでも、なんか倍速って割とチート技だと思ってますね。昔は絶対できなかったけど今はできる。チート技。 そんだけで、時間効率めちゃくちゃ変わると思いますね。ひろゆきさんが YouTube 見るやつって基本バカって言ってました。見るものによって有意義なこともあると思いますけどね。いや、まあ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 、なんか、その、わからなくはないっていうか、まあ極端な話ですけどね。<laughs> 極端なあれですけど、まあまあわかんなくはないですよ。その、まあ、切り取り方によりますけど、全然その、バカだと思わないですけど、僕がやってる側だし まあそういう人も全然いるかなと思いますね。文章を読めないから映像を見るとか。あと暇だから YouTube で時間潰すとか。まああと、最近はそうでもないけどね。昔は若い層が多かったんで。まあ若い層がバカだっていうわけじゃないんですけど。まあそれはね、大人の方が賢い人は多いと思うので。とか。まあでも別に。いや、YouTube はめちゃくちゃすごいと思いますけどね。 なんか YouTube が出てきたことによっていろんなことが発展してるというか、それこそスポーツとか音楽とか何でもそうですけど、そういうののレベルは YouTube 出る前と今だったら、格段に違ってると思いますけどね。逆に今まで,でもだったら YouTube とかない時代ってね、自分の周りにいる人が、もう、その自分の中の一番すごい人な,わけなんじゃないですか。でも YouTube とか出てくると、自分の周りにいなくたって世界中のめっちゃすごい人見れるんで。しかもその人たちがね、わかりやすくいろんなことを教えてくれてたりするん。 さら、その方が上達するのも早いし、レベルも高くなるよね。いや,や、っぱか YouTube すごいなと思いますけどね。えー、っと、t v e、er、は1.75倍かな。あ、そうですね。t v e、er、は。だから、テレビとかで地上波でどうしてもっていうのは t v e、er、ですね。t v e、er、の1.75倍。なんで2倍ないんですね。<laughs> 2倍とか。倍速にすると阿部さんの声違って聞こえます。あ、そうですね。ちょっと高くなりますね。早くすると。 映画よくかん監督の考えたまとかあるだろうって言われます。あ、そうっすね。そうそう、そういうのもあるけど、もう気にしないっす、別に。気にしない。な僕から言わ,言わせれば、倍速でもおもろい映画作ってくれです。時間がないから倍速で面白い映画作ってくれ。いや、面白いけどな普通に。倍速でも。それこそこの前、倍速じゃないかもだけど、1.75倍か2倍で、IWGP。 池袋ウエストディエットパークを見たんですけど、まあ、この前久しぶりに見たんですけど、あのー、ネットフリックスかなんかで、ね、出てて、久しぶりに見たんですけど、やっぱ面白かった。いや、かっこいい。マ、ま、コちゃんかっこいいし、キングもかっこいい。めっちゃかっこいい。普通におもろい。いや、だから面白いものは面白いし、面白くないものは面白くない。なんかそういう楽しみ方をしたい人は別にそれでいいのかなとは思いますけどね。 えっと、普段2倍速ですが、メンタリストイ悟さんは早口すぎるので、2倍速でついていけません。あ、そういうのもありますね。人によっては倍速きついみたいなのはあったりしますね。あ、でも僕も言われますよ。あの、あ、その倍速とか関係なく、もっとゆっくり喋ってほしいは言われますね。YouTube とかでも。あ、でもこれはね、申し訳ないんですけど、ゆっくりにするとね、離脱率がめっちゃ上がるんですよ。だから、早口で喋ってます。<laughs> 普通にゆっくり喋るの方が楽なんですけど。 それはだって喋ってる文字数が明らかに違うんで、ゆっくり喋る方が。ゆっくり喋ってる方がね、それはこっちからしても楽なんですけど。でもそうすると見られなくなるんで、やっぱなんだかんだ早口の方がいいんですよね。まあビジネス系 YouTuber とかってそうじゃないですか。みんな早口ですよね。それそういうことですね。早口の方が、まあ情報量が増えるんで、絶対にその方が見られやすい。まあみんながね、みんな2倍速とかしてくれればいいんですけど、ゆっくり喋ってても。しないじゃないですか。やっぱり、 標準で見てる人がほとんどだと思うので。なので。まあ早口で自分で。<laughs> 自分で。倍速で喋るしかない。文 <noise> 節の間を詰めるような編集をしてる人いるねと自動でソフトしてくれるのかないや、これはね、手動だと思いますよ。ジェットカットですね。多分。あの、言葉と言葉の間を切っていく。 やつですよね。エンタメ系 YouTuber とか多いですよね。だからめっちゃ、なんてうの、カッカクするみたいな。アーケードクス切っていく方がテンポ良くなるからなんですけど。ジェットカット。まあ僕はやんないですけどね。そういうの。カッカクするの、あんまビジネス系にはね、相性が良くないですよね。エンタメ系はマジでめっちゃすごいですよね。ほんまに一言だけでも言って、なんぼ、5秒間に一体何個カット入れてんやみたいな人いますよね。 まあでもあれはあれで大変だし。まあうちにはあんまり合わないですね。なんかそうじゃなくても見られるような喋り方と内容で作りたいなと思いますね。初期の中地さんの動画ゆっくり喋ってて倍速にしました <laughs>。そうですね。あの時は喋り方も違いましたね。あれまさにビジネス系 YouTuber って感じでしたね。台本もめっちゃ作ってたし。まあ途中からああいう感じなくなったのは、台本もね、 そんなに作らなくなったんですよね。まあ話す内容にもよって違ったりはするんですけど。まあ今も基本的には、まあ台本ありますけど、ほとんどアドリブ。なので早い。台本読んでないんで。台本読んでるとどうしても遅くなっちゃうんですけど。なんで無駄な情報も多いというか、無駄な言葉も多いですけど、まあでも <laughs>、まあいいや、みたいな。 初期の頃は無駄な言葉とか全く言わず、台本に書いてあること以外喋んなかったんで、てか喋んないようにしてたんで。まあ全然違いますよね。動画のあれも。えっと、ゆうすけさん。ウェブライター専業でしてますが、クライアントさんによって求められることが違っていて辛いですと。なかなるほど。中内さんの会社ではウェブライターに何を一番求めていますか定裁を中心にする企業だと、死後実後などがちがちで、一方、定裁より、とにかく装飾とファクトデータみたいな感じを求められます。 まあそうですね。その、求めるものが違うっていうのはありますけど、うちの会社で一番何を求めるかって、いや、難しいけど、マジで一番求めることって言うと、真面目に働くこと。<laughs> かな。真面目さかな。一番で言うと。いや、もちろん、ウェブライターっていう仕事なんで、文章力は求められるんですけど、でも文章力めっちゃあるけど、真面目じゃなかったら無理っすね。怖いんですよ。 その人の文章を使えない。例えば、どっから引っ張ってきてるかわかんないとか、これね結構あるんですけど、え、コピペしてるよねみたいな。でもそうなると、その人の文章一切使えなくなるんですよ。その人一回コピペするってことは絶対他にもやってます。ってことは、それ、その人のやつを使うっていうのはもうリスクでしかなくなるので、だから基本的には、まあ一発アウトのこともあれば、そうじゃないこともありますけど、いやあの、程度にもよるんで。 でも一発アウトってのは結構ありますね。いやもうこれ無理だなって。だから真面目なことですね。だから真面目って結構すごいスキルなんですよ。マジで。世の中真面目じゃない人めっちゃいるんで。ほんまびっくりしますよ。よくこんなん出してきたなって。人によって違うかなとは思いますね。<noise> なんやかんやめっちゃストイックですよね。まあどうなんですかね。あんまりストイックだったら自分では思ってないですけど。 まあでもだからこその天職じゃないかなと思います。なんかその転職の探し方というか、これが天職だっていうのを見分ける方法は何かっていうので、まあ何かの本に書いてあったんですけど、その自分の転職かどうかを見分けるには、自分はそんなに頑張ってないけど、他人からはめちゃくちゃ頑張ってるよね。なんでそんなに頑張ってるのって聞かれることだっていうのを言ってて、確かにそれはその通りだなと思いました。 なんか僕も例えばこういうのをやってるわけじゃないですか。まあで、ね、今、なんだかんだこんなやる予定なかったですけど、今一時超えてますけど、だこんだけやってると、なんかこんな時間までやっててすごいとか、ストイックだって言われるけど、別にそんなこと思っちゃいなくて。ただ僕にしてみたら、喋ってるだけ。<laughs> みんなと楽しくおしゃべりをしてるだけいな。でもめっちゃストイックだと思われる。いや、だから転職なんじゃないかなと思います。まあ配信だとは言わないけど、 まあこうやってだから YouTube とか。まあウェブの作業は全般なんですけど。僕はめっちゃ働いてるって思われるけど、別にそんな風には思わない自分のこと。そんなに働いてるとは思ってなくて。だからプログラム組むとかっていうのをなんか僕にすればゲームやってんのと同じ。だからみんながゲームやって楽しいとかっていうのの代わりに僕はプログラム組んでるみたいな。てか別にエンジニアじゃないですけど、根拠。 だから仕事が終わった後に全然なんか遊び感覚でプログラムを組むとかっていうのも全然苦じゃない。でもそれを人に話すとやっぱりストイックだとかワーカホイックって言われることが多いんですけど。まあでもそういうことじゃないかなと思いますね。だからそれは僕には向いてたんだと思います。ウェブっていうものが。プログ,プログラムもそうだし、ブログとか SEO とか。まあ YouTube もそう。えー、っとブログテーマによって同じ記事を投稿した際ですが SEO の順位変わると思いますか ブログテーマ ABCA、同じ記事を投稿したら順位付きがどのようになるのか気になりました。うーんと、ま、結論は変わるんですけど、ブログテーマどうこうっていうことではないと思いますね。あの、もっともっと、なんか複合的に変わるので、なんか総合的な要素で変わるんで、そもそもブログテーマだけを変えて、全く同じようには投稿できない。絶対に。だってドメインも違うし。ドメインだけでも違う。だから、そんな風にはできない。 ええと、だから、例えば、わかりやすく言うと、同じサーバーで、同じテーマで、同じ記事を、同じタイミングで投稿してみてください。それでも全く順位違うと思います。まあ、同じもの投稿してたら、そのうち、あれかもしれないですけど、ペナルティ受けるとか、どれかインデックスされなくなるとか、そんなんなると思いますけど、多分最初はインデックスされると思いますけど、あの、全く順位違うと思いますよ。それは、つまりそういうことですね。そんなに、えっと、単純にできてないので、s e o とかって。 だから全く同じような作り方をしたら同じになるかって同じにならないです。全然同じにならない。